ぱり3連発3連発って言われるんですけど、はいはいはい、あのゲームで僕一番思い出も残ってるのは、はい、一番我慢した年はいつですかっていう質問が受ければ、うんはい、もう85年ですって言うんですよ。ワイ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 ってやるんじゃなくて、待てよと。牧原君とはねドラマがあるんだよね。そういうことですね。はい、こんにちは、カットボールチャンネルです。今回ですね、スカイ A で、第2回プロ野球仮想ドラフト会議、初回放送はですね10月2日夜8時からです。今日は実を言うとですね、なんとこの掛布さんと一緒に出演してまいりました。僕は野球始めた頃の憧れの選手と。初めてだよね、こうやって。何度かチャンスがあったんだよね、はい、あの阪神のコーチやってる、はい、筒井コーチって今一軍にいるんですけど、明治大学の僕明治、はい、そうですね、はい、で彼と二軍時代食事に行ったりしてる時に、はい、川上健志は川上さんすごくいい男ですから、一度チャンスがあれば食事してください、絶対掛布さん息が合いますからって言って、それはあの筒井さんがそういう風に言っていただいて、僕掛布さんとそういう機会作らせてくださいって言ったら、よし、そういう機会、食事があったらちょっと、じゃあ筒井が偉そうにしたら、ちょっと言っとく。いやでも本当にあの一番すごく尊敬する人だから、いや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 、ぜひお話も聞きたいということで、ようやく、はい、今日楽しみに。いやもう本当にありがとうございます、はい、いやこちらこそよろしくお願いします。いろいろなんか何でも聞いてください。何でも、はい、本当に遠慮なく。あ、本当ですか。カットボールでもそれ何でもいい。聞きたいです、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここにあるんだね、いろいろ。ここからはい、どうぞ聞いてください。いきなりいろんなことを聞きたいです。まあこの掛布さんといえばやっぱりこの1985年、はい、これはね、皆さんやっぱり3連発3連発って言われるんですけど、はいはいはい、あのゲームで僕一番思い出も残ってるのは、はい、巨人にこう追い上げられましてね、はい、結構接戦6対4ぐらいで勝ったんですけど、何月ぐらいの、4月のもう17日ですからね、はいはい、あの巨人戦3連戦3連勝したんですよ、はいはい、でその時に抑えのピッチャーがもういなくなって、はい、中西しかいなくなったんです。リリーフか。うん、で我々も中西でいいじゃないですかと、うんうん、で中西が9回抑えて、はい、中西が初めてセーブを収めたわけ。あ、そうなんですか。それでゲームが終わったので、はい、確かに僕らの3連発っていうのは皆さん注目されてますけど、うんうんうん、僕は中西が最後ゲームを締めくくったっていうことがもういけると、すごくいけるんじゃないかと、はい、で皆さん打った打った打ったって言うんですけど、はい、あの85年の阪神って意外に守りが良かった。守れるチームだったの。1番が真由美さんで、2番が大体広田さん、3番バース、で4番が私で、5番が岡田、6番佐野さん、で7番が平田、8番が木戸、はい、もう完全に僕が最初のファミコンのゲームに、ね、あ、そうでしょ、一番最初の選手の名前がそのままでした、だから、はい、85年の1年間の戦い方っていうのはある程度レギュラーの顔が見えている野球だったので、はい、まあ、4番として3番のバースの顔、はい、後ろの岡田の顔っていうのは常に見えるわけですよ、はいはい、だからそういう中でバース岡田の状態を考えて、うん、この2人をうまくつなげられる、はい、そういう4番の野球をやらなければ優勝できないんだろうなっていうのはずっと考えてました、まあ、状況によってホームラン狙う時と岡田さんに回していくバッティングっていうことがその年はできて、できた、でチームもそれが馴染んでた、そういうことですね。だからある意味15年間僕現役やらせてもらいましたけども、一番我慢した年はいつですかっていう質問が受ければ、うん、はい、もう85年ですって言うんですよ。あ、それどういった、やっぱりそれはもう岡田の状態がすごく良かったので、はいはい、この岡田のそのヒットホームランが得点につながれば、うん、絶対優位な形で戦えると、はい、ほんと4番として勝負を決めるだけではなくて出塁するチャンスメイクというね、チャンスメーカーに役割も必要なんじゃないかと、うん、そうなった時に自分で考えることっていうのは100個のフォアボールを選ぼうと。100個ですか、うん、そうすると大体僕のヒット数っていうのが130本か40本ぐらいだったんですね、はいはい、で100個のフォアボールを選べば、
240出塁するわけでしょ。そうですね。240ぐらいの出塁すれば、いや岡田のヒットホームランがそのまま得点に繋がる。それとバースがやっぱ三冠を取った年ですから、あの怖いバースと勝負させる強い4番を演じなきゃいけないわけですよ。あ、させるですね。させる、させて、そういうことですね。そう、バースが打たなきゃ勝てませんから。そうですね、はい、勝負をさせる4番を演じなきゃいけない。そうですね、これがやっぱね、はい、一番難しい。ピッチャーは一番苦しいですね。そうでしょ。だからそうなると、うん、40本ってホームランなんだよね。そうですね、絶対30本以上のホームランというものを打つということを考えないと、バースが常に歩かされるんじゃないかなと。これも得点力半減するでしょ。はい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 。だからそういう意味では3番と5番をうまくつなげる4番でいなければいけないんだということを自分で言い聞かせました。まあ、でもその時代で、変な話でデジタル的なその計算されて野球してた人って多分今話聞いてくれたんですけど、いやそう、いやだから意外にね、あの僕はね冷めてました、野球やる時常に冷静、まあ、いわゆるすごい冷静すぎる、冷めるってことはちょっとおかしいね、うん、常にもう、状況、まあ、監督のような状況で冷静に、はい、ワイ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 ってやるんじゃなくて、待てよと、ここは待てよ、ここはどうしたらいいって、踏み込むべきか、うん、引くべきかっていうしっかりボールを選んでいくべきか、積極的にそういうなんかゲームの流れの中で、うん、そういう駆け引きも含めてね、はい、まあ、そういう勝負をピッチャーとできたってことはいい経験をさせてもらって1年ですね。あ、で結局、まあ、セ・リーグでチャンピオンになって、はい、日本シリーズが西武とですね、西武さんにセリーグ初めて土をつけたんじゃないかな。あの時の西武は最強ですよね。最強ですよね。ただね、うん、あの時阪神にこう部があったっていうのは、はい、各体源が肘かな肩を故障して、はいはい、日本シリーズ投げられないっていう、うん、で投げてないんですよ。各体源が投げてない、あの時に各体源がもしも先発で、うん、2試合3試合、うん、まあ2試合だね、はい、投げてきていたら、あの阪神の85年の打線も抑えられたんじゃないかなと。可能性もあるという。だから1枚ピッチャー各体験がかけたことによって西武さんと五分に戦えたんだと思う。西武は各、あの時は各体験さんがもうエース級ですよね。ですね、工藤さんがリリーフに参りましたんですね。まだ東尾さん、あ、東尾さんもリリーフになってた、先発はだ松沼兄弟のお兄さんが先発した。小野という、はいはい、小野さんいましたよね、はい、小野投手が先発したりだとか、高橋直樹さんとか、高橋直樹さん、だから広川さんは意外に先発ピッチャーよりもリリーフ陣をちょっと厚めに考えて、その日本シリーズを戦うという戦術戦略を立てたのかなという感じがしますよね。1985年の僕が、いくつ10歳です、はあ、小学4年生か5年生ぐらいか。だから僕はまともに本当にその頃に野球をちょっと知り始めて、実はとそんな言い方してるんですけど、うん、巨人ファンだったんです。いやそれもういいことだと思います。だから徳島出身なので巨人戦しかしなかったんで、僕も千葉出身だから野球見ると巨人戦しかないんだよね。巨人戦しかないですけど、でも常に巨人戦の相手チームをテレビでやるので、もうあの試合っていうのは3連続の試合っていうのは、そうか、もう見てるんです。巨人戦だからね、はい、ですからもう槙原さんが背番号54の時、そう、はい、それであの年はね、あの槙原君も、うん、あのゲームのちょっと後に足を怪我をして、あ、そうなんだ、阪神の優勝は病院のベッドで見てましたみたいなこと言ってたから、そうなんですか、阪神打線に火をつけて僕はスッと引きましたってでも逆に槙原さんはあれからすごく、まあ、僕の印象ですけど、すごくピッチャーとして成長したようなイメージがあるんですよ。槙原君が初勝利は阪神戦なの。あ、そのオフに宮崎でね、はい、あの巨人とのオープン戦が組まれてたわけ。その当時にあったの、そのあったの秋に。あ、そうなんで、その時に83年のドラフト1位の槙原君が投げてくると、はい、どんなピッチャーなんだと、うんうん、で僕らそんな練習してないんで、はい、あのちゃんとしたスパイクも履かずにこう舐めて打席に入ったの、はいはい、
そういったら見えないんだよ、まっすぐが。やっぱりスピードが速くて、すごかったの。もう150キロが出てましたよね。そう、出てるわけ。はい、わ、これすごいピッチャーだと思ってベンチに帰って、はい、来年絶対やられるわと。で、2打席目に、マッチ目にスパイク入って、はい、で、脇谷君のまっすぐがもう見えない。だカーブ投げてこれカーブ投げてくれって言ったらカーブ投げてきて、それをレフト前にポーンって打って監督に交代してくださいって言うそれで、あの牧原君に嫌なイメージをつけておいてカーブを打って結局それが牧原君が阪神戦初戦勝利の時に 1-0 かな、完封負けですよ。あ、そうだった。最後のバッターが僕。あ、そうなんだ。右中間のね、まあ、これ言い訳になりますけど、浜風がなければ入ってただろうという、すさまじい同点ホームランだと思ったんだけど、はい、浜風に負けまして、はい、まあ、そのね悔しさってのがあったの、うん、あ、そうなんですか。それから85年になる。だから牧原君とはねドラマがあるんだよね。そういうことですね。そういうことだ。あのみんなクローズアップされるのはあの3連続のホームランですけど、 その過去を遡ればいろんな歴史があって、いろんなのがあっての85年なんですよ。じゃあもうあの85年のタイガースが優勝の勢いを作ったっていう前に、もう優勝に向かってチームがタイガースを強くしていったのも牧原さんのせいかもしれないですね。それはそうだと思う。これもう映画に言うと怒られちゃうのかもしれないんだけど。あ、それまだ現役のバリバリの。バリバリの。あ、そうなんですか。まあ今は時効だから言うんだけど、はい、